はい、お願いします。はい、これ俺だけ映ってるのか。2人映ってます。2人映ってます。はい、いきなり2人映ってる。今日、今練習やってきたんですけど、で今練習一緒にやってるこの響がいるんで、ちょっとそれで一緒に練習して陸上の話してみようかなと思って今やってます。大塚製薬今年から入って、その時、まあ去年一緒に世界陸上行って8メートルジャンパー、初めて何8メートル23飛んでるジャンパーなんで、そこでこうやって陸上の話できたらいいなと思ってちょっとカメラを雑に回してます雑に雑にね。8メートルって素晴らしい記録なんですよ。すごい素晴らしいっすよ。8メートルはやばいよ、なかなか。やばいっすよね。やばいよね。例えば8メートルで、例えば自分よく聞くのは、小中学生の教室あるじゃないですか、の端から端ですけど、黒板から、いやいやいや、黒板でもいいですし、ガラーって開いたところから、こっちにある窓のドア、分かりづらい。小学校でバランスはなかった。思い出せない。日本で8メートル飛んだ人なんて、もうほぼ10人いないでしょ。10何人まず響が幅跳びをやるきっかけ、だから俺もまあ陸上やるきっかけってどこか喋ってるから、この話は聞かないから。幅跳びのきっかけです。ここ1年から陸上を始めたんですけど、まあ、最初に県総体があるじゃないですか、インターハイ前の予選が。で自分もやっぱ 100m がちょっと憧れだったんで、100で出たいって気持ちあるんですけど、やっぱ1年生か3年生にはもう勝てないんですよ絶対に、で、しかもまだ素人だから、そんなまず3枠に入れないから、あまりの幅に出ろって言われて、それがきっかけっす。最初はじゃあどのぐらい飛んだの、幅跳び2人6メートル行くか行かないか、高校1年生、高1で、まあ、高校1年生のベストがやっとで6メートル30なんですよ。1年生ベスト630です。じゃ今の8メートルまで、その短期間で。そうっす。全中に出れるか出れないか。高16メートル30だったの。はい、6メートル30。学校にベスト。高2は？高2で722まで行ったんです。すげえな、俺の高3の6メートル85か3をもう超えてきた。響きっていうのはこの30までめちゃくちゃ速いんですよ。30までって言ったらめっちゃ失礼ですけど、そうだよね。10秒、100メートル47で100メートルも速いんですけど、本当に30まではもうすごい一流というか、すごい綺麗に走るんですけど、そこも幅跳びの練習の時って、もともとスピードの練習してて幅跳びやってたのか、助走練習してたついでにダッシュをやってたのか。いや、やっぱでもメインは短距離。自分もやっぱ幅にその時は出たんですけど、やっぱメインは短距離がしたいっていう気持ちもあって、憧れのオリンピックとか世界陸上見てると、やっぱ100出る選手とか 4K 出る選手はかっこいいって自分も思っちゃうんで、あくまでもメインは自分の中で100と思ってました。じゃあどっちかというとスピード練習して、でついでになんか幅跳びもみたいな感じでやってましたね、高校の時は。でもなんかいつの間にか記録が伸びるのが幅跳びだけで、その総力的には総力はそんな伸びないのに幅跳びだけ伸びてきたら、なんか自分幅跳びの選手なのかなっていう自覚が出ました実際どうなんかな、本当に幅跳び選手ってやっぱスピードは必要なの、いろんな選手いるんですよ。昔だったらもうゆっくり選手とかタイミング早い選手、ひっかかかって言うけど、タイミング取ってドーンってゆっくり飛ぶ人もいるよ。でもなんか遅く見えて、でもある程度スピードないと絶対飛べないと思いますよ。高校生、大学生だったらさすがに10秒台は必要。10秒台を、まず7メートル飛ぶのには10秒必要って思いますよ、7メートル台には。俺は何で、俺は羽生飛んだ時に100メートル10秒01やったのに、なんで7メートル飛ぶの。センスがないやってなかったビビるよあれ。全然幅跳びムッツってないですガーって回すだけだと。そう、全然ちょっとテンポもうまくいかないとみたいな。組み合わせたら何メーター飛べると思いますか？998と998と、あなたに総力を与えましょう。はい、だったら、8メートル60とか70いくんじゃないですか。おでもその998のスピードをいかにコントロールして助走で乗っていけるかっていう。じゃあこれから今8メートルどんなんやって23が100メートル、8メートル30センチ40センチに行く過程としては何が必要でも、俺は 100m やったら今のこう中盤から後半にかけてのやっぱ失速、トップスピードを上げて失速率を少しでも落とすことによって、こう波になった時に少しこう、落ちがいければ
9秒台とか9秒8台になってくる。そう、で響きは8メートル23から8メートル30とか40に上がるにつれて一番何が必要？まあ自分どっちかというとスピード選手の方なんで、多分踏切技術が他の選手に比べて下手くそになる。多分でもそれってスピードがある分この踏切が難しいんですよね。なんか流しでパーンって踏み切るのと、めっちゃダッシュした状態でパーンって踏み切るって、なんか難しくないですか？いや、難しい。いや、幅跳びとあんま器用やと思う。まあ、スピード上がってくる分がいいんですけど、うん、技術がまた、こう、スピードが上がると技術がまたこう、なんか下がってくると思います。はい、それやっぱこう重ねていく。そうですね。そこをやれば、響きも日本記録、秀吉も日本記録。おー、よし。狙いたい。狙いたい。そこはもう、狙いたいし、俺はご飯を食いたいけど、やっぱり喋ってて食うのってめちゃくちゃ難しいっすね。なかなか真面目な話する2人、新鮮だね。いつもね。そう。楽しくないとね、ちょっと。確かに、しんどい練習は全部。まあ、親の話してるぐらいだったら、きつくてもなんか。楽しくやった。休憩中にいじれるぐらいの仲が一番いいと思う。なんか死んでるやつも。でももういじらんで。どんな、どんな触れてても。いじり受けたことある？キリュウさん。行くぞ。レスト短いから。短いよね。短いんですよ。あ、3分とか。どんな先輩ですか、キリュウ先輩。長い人付き合い。いい先輩でも。どんな先輩、ちょっと響きに聞いてんね。どうすか、どうすか。せっかくやから競技面でも、はい、競技面では、うん、競技面では尊敬します。でも尊敬します。やっぱプライベートとまた別で、はい、最初はもう憧れだったんで、はい、で自分はどう頑張ったら近づけるか、まあ、種目違うんですけど、まあ、同じ遠征に行きたいですし、例えば世界陸上オリンピックとか、あ、そうですね、いろんなところでひっついていきたいなって憧れがあって、でようやく自分も近くなれたのかなって思いますね。うん、なんだこれ。違う。逆に桐生さん、どんな後輩ですか？どんな後輩？どんな、気になります ね、どう、そう、こっちは聞かれることも多い。桐生さん、どんな先輩ですか？そうだよね、せっかく日々来てくれたから常に自然体、うん、なんか嫌なことがあっても、うん、基本明るいですし、うん、嫌なことを笑いにまだ変えれる、うん、それなんか前言ったとやっぱポジティブ、基本的にポジティブな人間やと思います。それがなんかネガティブだとやっぱこう、まあ、僕ら試合で全ての体格うまいこといくわけじゃないですか、うん、落ち込んだ時とかに何がダメで、うん、何が直せないといけないっていうのをちゃんと分かって、うん、それを次の練習につなげるっていう能力はめっちゃあると思います。嬉しいね、そうやって言われね、本人の口から聞けない。まず聞かないんですもんね。聞かない。練習中に俺のことどう思ってるって言ってみんな適当に答えるよ、ほんで。そうやね、陸上の話ちょっと戻して、はい、緊張した試合とかまでありますか？今でこれすごかったなとか、もうこの試合とか。世界陸上でしたね、去年の、うん、昨日ね、まあ、昨日やっぱ初めてのシニアの代表だったので、例えばユニバーシアードとか世界ユースとか、うん、いや、まあ学生の方とかで入ってたんですけど、うん、やっぱそのシニアになって全然パーソナルベストが格上の選手がいっぱいいる中での試合は本当に緊張しました。なんか今どうだったって聞かれると思い出せないですね。なんか一瞬で試合が終わったみたいな感じでした。それ一番緊張しました。めっちゃ緊張しました。してないふりしたんですよ。してないふりでも大事やと思う。ない、いや、それはなんか周りにはね、周りにはな、してないしてないですよみたいな。俺余裕ですよっていう。でも自分がなんか余裕って言うことによって多分自分も多分ちょっと心の余裕できるから、まあ、あれ絶対あると思うし、めっちゃ顔引きつってたと思うんですけど、緊張するないから。緊張したい人、緊張したくない人、いや、大会に したくない人、100と幅また別になるじゃないですか。100ってこうやって一瞬みんな試合するじゃないですか、うん、だからちょっとピリピリ感味わえるんですけど、うん、幅ってなんか一人一人一本戻ってやって戻ってきて、で控えにはみんながいるじゃないですか、うん、まあ、ピリピリしたい人もいれば自分みたいに多分、うん、おしゃべりしたい人、周りを自分の色に染めたんですよ。賑やかな感じ、いつもの感じで。じゃあ福井とか盛り上がった時やっぱりベスト出してきゃ楽しかった。なんか戦う時に
なんかもう控えめだったらみんながハグしてくれたりしてとかだったんで、福井の雰囲気よ、雰囲気良かったですね、雰囲気がすごい、ね、観客が盛り上げてくれたりとか、DJ さんいたし、ああいうのはみんなで盛り上げてすごい楽しいんですけど、なんか日本にあんまりないというか、陸上ってまだ大きいスタジアムのホームだけに人が入ってるけど、後ろはまだガラガラっていうのが、あれはなんかそれやったら福井みたいな、まあ、ちっちゃいというのは変やけど、こう適度なグラウンドに周りに全部観客いる大会っていうのをすげえ楽しいです、間近で選手を味わえるみたいな感じでした。いいよね、日本でもっとそういう試合をね増えてほしい、増えてほしいし、増えてきますよね、僕は絶対増えてくると思う、そしたら陸上界も盛り上がるんですね。え、なんかちょっといい話でまとまった感じでコメントとかしてくれたら嬉しいですし、 Twitter とかインスタとかもやってるんで、この大塚製薬で所属試合してる製薬さん、わからんけど。じゃあ、ジミキも応援してやってください。雑。お願いします。ありがとうございます。よっしゃ。ありがとうございました。バイバイ。期待かっていうと、やっぱ幅跳びの人はこういう練習を一つ最低やることによって、うん、まあ、スキルがアップする。だから俺とか陸上やると、まあ、単純に言うと何歩で頭上げた時にどういう加速いくっていうのを、ここを押さえとけばトップスピードに上がった時もそういうのは考えられるから、でそれの幅跳び、これだけは、まあ、中高生が大体見てるから中高した方がいいところ、そうそうそう、ね、こういうのはやっといた方がいいよっていうのはある。自分はもう、まあ、前助走の助走練習ですね。よく試合でいたりするじゃないですか、足が合わないって、それ全然自分なくて、左踏み切りなのにそこ右足来ちゃったとかっていうのがないんですよ。でも中高生いっぱいあるイメージがあるんですよね。それが自分はまああんまりなくて、それはもう助走練習をたくさんやってるっていうよりかは、なんだろう、意味を持ってどこにポイントを置いてそこに足あってっていうのをちゃんとやってるんで、まあそんな、なんだろう、本番になってもなんかあんまり差がないって見てたらいいのかなと思う。やっぱ結局踏み切り場所って大事じゃないですか。そこでロスが 出ちゃうんで何センチかっていうのに、手前で20センチでどんどん、はい、その時もったいないですか、ね、結構意外ですよね。僕的にはなんかジャンプ系、ハードルジャンプ、バウンディングとかホッピングとかをやっといた方がいいですね。それもドリルとかも大事なんですけど、助走を結局足合わないと、本番で1本じゃあこうやってミスしたら、もうその1本が無駄になっちゃうじゃないですか、本番なのに、まあ、それをできるだけなくして、まあ、ファールしないようにっていうのが大事だかなと思います。じゃあそこをまあ練習の中で最後かまあ最初かわからないので1本やることによって、はい、まあ、それがまあ習慣になっていったらもちろんいいですし、まあ、そういうことでずっとやって、同じ助走ができるっていう練習です。なんかスピードの上げ下げを毎回違うところでするとかじゃなく、もう助走はこうって決めることが大事かなと思います。ですって、中高生わかりました。